テレビ受蔵機。テレビ受蔵機とは、テレビジョン放送の電波を受信し、映像と音声を表示、視聴するための受信機である。通称テレビ。放送に合わせて、モノクロ、カラー、ハイビジョンなどの種別がある。なお、日本では、テレビジョン受信機として、家庭用品品質表示法の適用対象となっており、電気機械器具品質表示規定に定めある。 1926年、昭和元年12月、高柳健二郎が、ブラウン管を応用した、世界初の電子式テレビ受像機を開発、カタカナのイの文字を表示させることに成功した。そのブラウン管の操作線数は40本だった。この時のカメラは、機械式の二方円盤。その後、1940年、昭和15年に開催が予定されていた。 東京オリンピックのテレビ中継のために研究、実験が進められていたが、日中戦争によりオリンピック開催が返上され、その後も大東亜戦争が激化することに伴い、研究が一旦中断される。終戦後、GHQ により、テレビ研究の禁止令が出されていたが、1946年、昭和21年から再開され、1953年、 昭和28年1月にシャープから国産第1号の白黒テレビが発売される。サイズは14日、価格は17万5千円。同年2月に日本放送協会がテレビ本放送を開始。発売当初は高価だったことから、購入者は富裕層に限られていたが、1959年、昭和34年の交代し、秋人親新能の成婚、パレード期に普及が進んだ。 1950年代後半には白黒テレビは電気洗濯機や電気冷蔵庫などと共に3種の人器の一つに数えられるようになった。1960年昭和35年7月東芝から国産初のカラーテレビが発売されるサイズは17インチ価格は42万円カラーテレビは1964年 昭和39年の東京オリンピックを契機に各メーカーが宣伝に力を入れ始め、1960年代後半にはカラー放送が大幅に増えたことによって普及が進んだ。カラーテレビはクーラーや自動車などと共に新三種の人器 3C の一つ数えられるようになった。百七十三年昭和十八年にはカラーテレビの普及率が 白黒テレビを上回っている。放送事実の進化に合わせて、1978年、昭和53年頃からは、音声多重放送対応テレビ、1990年代になると、ハイビジョン放送対応テレビ、2003年、平成15年6月には、地上デジタルテレビ放送対応レビがそれぞれ発売された。約半世紀にわたって、 ブラウン管テレビが大多数を占めたが、21世紀に入り、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイを使用した薄型テレビが主流になった。放送局によって映像と音声を電気信号に変換され、送信されたものをアンテナなどで受信し、それを再び映像と音声にするための装置。チューナーが内蔵されているものがテレビ受蔵機であり、内蔵されていないものは、 モニタな内視ディスプレイと呼ぶ。テレビ台やテーブルなどの上に置く形で設置されるか、壁掛け金具などによって吊り下げる形で壁に設置される。現在、日本では主に地上デジタル、BS デジタル及び、統計110度 CS の4種のチューナーを搭載したものが家電販売店に並んでいる、統計124.128度 CS デジタル、スカバー。 プレミアムサービスはブチューナーが必要。チャンネル切り替え、選択のためのリモコンがあるが、統一された仕様はない。別売されているリモコンの製品は、メーカー設定を切り替えることにより多数のメーカー製品が操作可能であり、ビデオや DVD レコーダーの操作が可能なものも多い。なお、日本では、 2004年11月から自動車、オートバイを運転しながらの、車内でのテレビ受像機等の画面の中止が、道路交通法で禁止されたが、手に保持しないタイプのもの、カーナビゲーションモニター画面と共用のものなどについては、単純な中止は依然罰則対象にはなっていない、道路交通法第120条第1項第11号。通常、ブラウン管の場合は、管の対角寸法を、 薄型テレビの場合は、有効可視領域の対角寸法によって表される。単位は、実質上インチ、1インチイコール2.54センチメートル、である。計量法上日本では、インチの使用が公的には認められないので、メーカーは、インチの文字を避けて20、型などと表示するが、20型とはこの場合20インチという、意味である。同じ数字ならば、ブラウン管より、 薄型テレビの方が、可視領域は広くなる。また、薄型テレビの場合は、数字の後ろに、V、ビジュアルサイズが付き、26V、32V、37V など、ブラウン管テレビではプラス2インチに相当する大きさとなる。なお、対角寸法、インチから、縦横寸法、センチメートルを導く方法は、以下の通りである。例 30インチワイドテレビの縦寸法は30.492.54イコール約37.3センチメートルである。通常は表面や背面にビデオデッキやゲーム機や BD レコーダーなどの機器を接続するための端子類を備える。入出力端子の種類には主になどがある。なお地上波用のアンテナ端子は現在 VHF。 UHF 混合入力の同軸75オーム F 型端子が1個のものが主流であるが、1990年代までは VHFUHF 分離型端子が別々のものが多かった。さらに1980年代までのテレビは VHF 端子が同軸75オーム F 型で UHF はフィーダー自家付け300オームであり、1970年代以前のテレビでは VHF 端子も同軸フィーダー自付けタイプであった。アンテナからの給電線、フィーダーの方式によるため変換器や混合器が必要になる場合もある。共同受信で地上波と BS が混合電装の場合は BSUV 分配器が別途必要。また地デジへの移行機には TV&BD レコーダーのアンテナ入力端子はメーカーによりアナデジ接取110度 S。 BS 端子を含むと3端子があった別々端子と、アナデジ、摂氏百十110度 S、BS 端子を含むと2端子になった、混合端子の2通りあった。ビデオ機器が DVD が主流であった時代には、コンピュータのグラフィックカードと接続するための DVI 端子を搭載している。デジタル周辺機器の接続を考慮した、i-link 端子を持つ機種もあった。ブルー、レイディスクの時代になると、 外部映像インターフェースは映像と音声を1本のケーブルで接続できる HDMI 端子が主流となっている。映像の色合い、明るさ、垂直動機等や音の左右のバランスの調整については1990年代まではつまみなどによりアナログ的に調節するものが多かったが近年はほとんどがボタンやリモコンを使用したデジタル化、プリセット方式となっている。 デジタル放送時代における録画は、従来の G コードなどを使わず、専用ケーブルを用いた IR システムが主流。このため、デジタルチューナー、内蔵テレビには IR システム端子がある、名称は機種メーカーによって様々。1980年代後半頃は、ミニコンポのように、本体部分とスピーカー部分を分離した製品も存在した。近年でも、三菱電機や、 シャープなどがスピーカー分離タイプの新製品をリリースしたことがある。2006年時点でブラウン管テレビは日本においては急速にシェアを落としたが日本以外では依然として販売台数の主力であって2005年の世界市場での販売台数は1億2700万台と推計されていい。これに続くのは液晶テレビ2000万台、プラズマテレビ580万台、 リアプロジェクションテレビ463万台であった。ただし、2005年の販売金額では、ブラウン管テレビが2兆8426億9400万円とされるのに、対し、液晶テレビが2兆371億1700万円と金額の差が縮まり、液晶テレビがテレビを販売するメーカーの主力品として販売されていることがわかる。また、 販売台数も2008年にはブラウン管テレビと液晶テレビ等の薄型テレビ合計台数は逆転すると予想されていた。現在は日本でブラウン管を使用したテレビは発売されておらず中好みとなっている。昔のテレビはチャンネルつまみを回す初期1980年代まで UHF チャンネルについては VHF つまみを U に合わせた後 もう一つの UHF つまみを回した、あるいは放送チャンネルを設定してある本体のボタンを押して1990年代まで。初期状態は VHF チャンネルが設定されていたため、UHF チャンネルについては一曲ずつ手動で、設定する必要がある目的の放送局を一曲ずつ、手動で探す方法が主流だった。後にデジタルプリセット方式。 受信チャンネルコの数字書き換えと同時に画面が変わるが普及し電波の弱い地域でも目的の放送が簡単に探し出せるようになった。やがて居住地域の電話番号の市街局番や地域番号、メーカーによって異なるを入力して全局自動設定する方法も普及し引っ越し先での再設定が簡素化された。ただし市外局番や地域番号が録されている地域は 各県の県庁所在地の機関送信所、親局などの大型送信所の受信地域主体のため、未登録地域では一局ずつ手動で設定する必要がある。デジタル放送主体の現代では、初期設定の段階で、居住地域の郵便番号を入力することにより、チャンネルを含めた全ての地域情報がまとめて設定できるようになっている。なお放送なしのポジションを省き、 順送り選曲時に放送ありのポジションのみを選択できるチャンネルスキップ機能はアナログプリセット時代から備わっている表示書き換え時例表にするとスキップさらに最近ではこれに加え外部入力の表示をビデオのみならず接続した機器 DVD などに適合する表示に書き換えられる機能が加わったり入力切り替えボタンを押した時に接続機器のない 外部入力ポジションを省き、接続機器ありのポジションのみを選択できる入力スキップ機能も備わっている。日本国内の全世帯のうちカラーテレビを保有する世帯の率、世帯普及率は1982年の調査以来98%を下回ったことがなく、2006年3月末現在の世帯普及率は99.4%となっている。従って新規需要は 買い替えか、新機能追加によるものに限られている。2000年以降の動向としては、薄型テレビや地上デジタル放送、地デジ対応などがある。電子機器メーカーの業界団体、電子情報技術産業協会、JEITA によると、2003年に液晶、プラズマといった薄型の出荷額が、ブラウン管を初めて上回った。これはすでに国内メーカーは、 ブラウン管テレビの国内生産を打ち切っており、将来的にその生産自体を取りやめる方針であること、工事や小型軽量かつ省エネ、省スペースである点が消費者に受け入れられていることなどが挙げられる。2008年までにアナログチューナーのみのモデルは全社が生産中止となった。その一方で、不況に伴う低所特層の増大や、 デジタルチューナー搭載機種の量産、低価格化があまり進んでおらず、普及が遅れていることから、アナログ低波の延期を求める声や、低波自体に反発する声も多く見られた。ホームセンターやディスカウントストア、大型スーパーでは、低価格を売りにしたアナログ放送しか受信できない、受蔵機、ブラウン管式ないし、近年一部の海外メーカーが、大々的に売り出しをこうている。 低価格液晶テレビも含むが依然として販売されているが、アナログ放送終了後は、デジタルチューナー、同機能搭載ビデオ機器類含むと接続しないと、テレビ受信ができなくなるため、展示している商品に、デジタル放送への対応、非対応、2011年で使えなくなるを表示する、シールを貼ることが義務付けられた2006年6月以降は、 工場出荷の時点でアナログ放送終了告知シール点を義務化。この種の製品を生産している韓国や台湾などの海外メーカーでは日本国内のデジタル放送に対応できる機種の開発能力が弱いことなどから日本のデジタル放送対応機種はパナソニックシャーソニーなどほぼ日本のメーカーによって占められているとされる。しかしながら近年では 海外メーカーとの競争にあって、日本メーカーが不利な状況にあるとされ、不採算事業の生存として、テレビ事業から撤退、または他社へ売却などをするケースがある。2011年のアナログ放送の停止を控え、2009年以降、海外ブランドや中堅以下のメーカーを中心として、地で自体を低価格液晶テレビも出ているが、これらの製品は、地上デジタル放送のみに対応し、 BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送には対応しない場合が多々ある。ブラウン管式のテレビ受像機は2001年以降、冷蔵庫や洗濯機、エアコンとともに家電リサイクル法の対象商品とされ、廃棄する際に粗大ごみとして出せなくなり、メーカーごとの窓口への有料、6000から1万円程度かかる引き取り手続きなどが義務付けられている。 なお、2009年4月より、液晶やプラズマなどの薄型テレビ受蔵機も、家電リサイクル法の対象に追加された。ただし、廃棄にかかる時間や、手間、費用がかかるためなのか、日本各地の森林や山奥に不法投棄されるなどし、大きな問題となっている。業界団体によれば、アナログ放送停波に伴い、6400万台のアナログ式受蔵機が廃棄されると予測されていた。 2010年代に入り、主要メーカーから3次元ディスプレイ技術を応用した 3D テレビが発売された。しかし、コンテンツ不足、3D 映像を視聴するためには専用メガネが必要などの理由であまり普及しなかった。2014年頃からは 4K などの技術の進歩により、テレビのさらなる高画質、高音質化が進んでいる。その中で、 人の目には見えないほどであるが、画面が湾曲したテレビも発売されているとされる。また、メーカーは、この頃から初期の薄型テレビの置き換えに伴う需要を見込んでいるとされ、インターネットに接続可能であるのはもちろん、テレビで用べなどのデジタルメディアを閲覧指りすることができるなど、インターネットとつながることができるテレビが普及している。2015年、 ブラウン管式のテレビ受像機の製造を日本国内のメーカーとして最後まで続けてきたシャープがフィリピンで行ってきたブラウン管式のテレビ受像機の製造から撤退する予定であった。なお、2014年12月現在ブラウン管式のテレビ受像機の製造を行っているインドの円や円も同年をめどに撤退する方針である。現在日本で民生用ブラウン管テレビの新品は 発売されていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。